どうも、ウェダックスです。トレジャークルーズのですね、連携のやり方がわからないっていう方が結構いるみたいなんで、簡単に説明したいと思います。まず連携できるキャラですねが必要になりますんで、例えばですね、キャラ詳細を見たときに右上に連携というボタンがあります。それを押したときに必要なキャラが並んでます。この4体を持っていることが条件となります。もちろんルフィにも連携できるキャラクターがいます。この4体を揃える必要があります。連携を発生させるには戦闘中に連のマークが必要になってきます。これ右下に今ここに連があるのが見えますでしょうか。すると連携ができるよということで、1、2、3、4という数字が並んでます。この順に押していけば連携が発動するということですね。実際にやってみたいと思います。はい、こんな感じですね。多くのキャラに連携技が用意されてますので、いろんなキャラで連携を試してみてはどうでしょうか。はい、今回はこれで終了です。ウェダックスでした。